飛行ラピオカまた、第一、虫したチームメイトにマジギレう。エンポリ対ラチオ戦でマッティア・ザッカーニがノーマークの鎌田を無視して相手チームにボールを放り込み、チームメイトを黙らせる様子を収めた動画がソーシャルメディアで広く拡散された。ウィンガーはラチオのファンから批判を受けている。鎌田が気の毒だまかか無視された鎌田、大地も怒りボールを渡さず、黙れと叫んだイタリア代表ミッドフィルダーに現地サポから批判殺到、アマチュアでもパスするだろう。チャンスメイクが主な仕事なのに鎌田を無視したのはマジであかん。味方からボールが来るか来ないか、ここなんだよな。チームメイトに認められないとこうなるんだ。特にイタリアはそう。仕事に忠実な分ですなら普通にパスくれる。渡さなかったやつは結局点取って黙らせた。いや、点取ったも何も点取ろうが無視したプレイなんかしない方がいいのは変わらんがな。コミュ力って大事よね。長友とか下手だったけどそれで長年できてた。鎌田は入り込まなそうだもんな。このでは誰もボールをくれません。で、鎌田もこいつにパス出さなくなるとこいつも損になるのにな。鎌田は大変な状況で気の毒だが、パス来ないからって要求すればいいってもんじゃねえわ。鎌田はチームからいなくなるから。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。